じゃあ、手相拝見しますね。ちょっと特徴的で面白いんですけれども、まあ、もともと左手が持って生まれた運勢で、右手が今生きて作ってる運勢っていうふうに見るんですね。で、持って生まれた運勢の方が、ここの生命線と、頭脳線の間がちょっと離れ、ちょっと、つながってる、ちょっと離れて始まってるんですね。で、こちらはくっついて始まってるんですね。で、もともとここ離れてる人っていうのは、とっても大胆なことが平気でできてしまうタイプなんですね。思い切ったことが平気でできてしまう。だからちっちゃくまとまってちゃいけないタイプなんです。で、例えば海外出て活躍したりとか、そういう人にこう離れ方って多いんですけれども、で、こちらの方の右手が、今生きて作ってる方の手なんですけど、ここくっついてますよね。ちょっと長めにくっついてる。ってことは、ものすごく大胆な面とものすごく慎重な面というのを両方持ってらっしゃるということですね。今生きて作ってる運勢の方ではとても慎重に物事を運ぶことのできる人っていうふうに見ていきます。